ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は TBS ビデオ問題を解説していくぜ。TBS って大手テレビ局の TBS、何かビデオで問題を起こしたの。歴史に残るくらいの大問題になり、その後の対応も問題だったんだ。詳しく解説していくから心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。TBS ビデオ問題の概要をまず説明するぜ。1989年、TBS の3時に会いましょうというワイドショー番組があって、そのスタッフが坂本堤弁護士のインタビュー映像を放送前にオウム真理教幹部に見せたという問題なんだ。放送前にインタビュー映像を見せることがそんなに問題なの？ビデオを見せたことが、どれだけ影響があったのかはわからないけど、その数日後、坂本弁護士はオウム真理教によって殺害されてしまったんだ。え、殺害？しかも妻とまだ1歳だった子供も含め一家全員が。一家全員が殺害？ひどすぎる。何が起こったの？まずその時の背景から詳しく解説するぜ。詳しく聞きたい。よろしく頼むわ。霊夢、オウム真理教って知っているか？地下鉄サリン事件のオウム真理教でしょ。知っているわ。そうだ、後に地下鉄サリン事件を起こした教団だ。そのオウム真理教は当時、教祖の朝原昌光の空中浮揚の写真が雑誌に取り上げられたりして、信者が増え始めていたんだ。だからメディアを利用して信者をさらに増やそうとしていた。ふむふむ。ところが週刊誌のサンデー毎日がオウム真理教の狂気という特集の連載を開始したんだ。信者の親や元信者の証言をもとに、教団の問題点をえぐる企画だった。なるほど、教団からすれば嫌な特集だったのね。教団はサンデー毎日の編集部に乗り込み、掲載中止を求めた。外宣車で、でっち上げやめろ、と叫んだり、ビル内のトイレにビラをベタベタ貼ったりしたんだ。いくら自分たちに都合の悪い内容でも、そこまでするなんて。初めて、サンデー毎日、でメディアから批判されてから、批判するメディアが増え始めていたんだ。テレビやラジオでもオウム真理教に批判的な番組が増え始めた。その度、教団は抗議したり、プロデューサーの自宅周辺にビラを撒いたりしていたんだ。個人の自宅の周りにまでビラを撒くのね。そんな背景の中、事件は起きたんだ。1989年10月26日 TBS のワイドショー3時に会いましょう、で、水中クンバカ、というオウム真理教のイベントを放送することになった。水中クンバカ、って何？水中にどれだけ長く潜っていられるかを競う催しだ。優れた修行者ほど長く呼吸を止めていられるとオウム真理教側はしている。教団側からすると宣伝になりそうな内容ね。3時に会いましょうは10月26日午前中、オウム真理教に批判的な立場を取る坂本弁護士、牧さん、長岡さんのインタビューを収録した。まず批判的な3名のインタビューを収録したのね。そして同日の昼、別の取材班が朝原昌光による水中クンバカの実演を取材したんだ。同じ日の昼に教団のイベントを収録したのね。そうだ、そこまではスムーズに進んでいた。だけど、朝原昌光のインタビューを開始した途端、オウム関係者がどんな放送をするつもりなのか、と迫ったんだ。担当プロデューサーは、朝原の実演の様子と被害者の会や坂本弁護士のインタビューを、バランスを取った形で放送する、と説明した。そこで、オウム側がビデオの確認を求めてきて押し問答になったんだ。うわぁ、嫌な展開になりそう。ビデオを見せることを確認してその場の事態は収まったんだ。ああ、そんな確認してしまったのね。その日の深夜、オウム真理教の幹部の早川、上優、青山が TBS を訪問して、被害者の会に関係する坂本弁護士らのインタビュービデオを見せるよう執拗に要求したんだ。深夜に3人も来たのね。ここで、オウム側がインタビューに応じるなら、という条件で3人にビデオを見せたんだ。早川はこの時メモを取っている。このメモが後からキーになるいわゆる早川メモだ。とうとうビデオを見せてしまったのね。だが結局、TBS 側スタッフはインタビューを放送しないということを承諾約束して、オウム幹部側はその日帰ったんだ。あれ、オウム側がインタビューに応じる条件だったはずなのに、なかったのね。ああ、その番組そのものが結局放送中止になったんだ。TBS は、ビデオをオウム幹部に見せたことを坂本弁護士たちに伝えたの。いや、伝えていない。それは伝えないと。ビデオを見せた5日後の31日、早川、上優、青山3人は坂本弁護士が所属する横浜法律事務所を訪れた。
坂本弁護士の事務所に3人でやってきたの。坂本弁護士はもともとオウム真理教を告訴しようとしていて、3人は坂本弁護士にそれを回避する交渉をしに訪れたんだ。でも弁護士から教団を告訴すると告げられ、交渉は決裂した。そして4日後の11月4日、坂本弁護士一家殺害事件が発生した。ああ、ここでまだ1歳だった子供さんまでオウムの手によって。でもここまで揉めていたからすぐにオウム真理教が疑われたんでしょう。それが、当時はオウム真理教は特に疑われなかったんだ。現場にはオウム真理教のバッジが落ちていたんだけど、特に捜査の手は伸びなかったんだ。え、どういうことかしら。でも TBS はビデオを見せたことを警察に話したんでしょう。いや、TBS はビデオを見せたことをこの時点で公表しなかったんだ。教団を批判しているインタビュービデオを見せたすぐ後にその一家が失踪したのに、どれくらい関係あるかに関わらず、公表しなきゃいけないと思う。ああ、そうだな。霊夢の言う通りだな。事件はこのまま5年以上お蔵入りになるんだ。そして、1995年3月20日、死亡者13名、負傷者6300名余りの被害者を出したあの第3次、地下鉄サリン事件が起きた。その後の捜査でオウム真理教の科学テロだと判明した。一般の人たちが13名亡くなり、6300名も負傷するって、未曾有の恐ろしいテロだわ。ああ。そして4月19日、ニュース23の取材後にオウム幹部の早川が逮捕された。後に坂本弁護士一家殺害事件を含めた計7事件で起訴されたんだ。7つも事件を起こして起訴されたの。坂本弁護士一家殺害事件から6年弱となる同年9月5日、早川容疑者の供述を知った神奈川警察は、坂本弁護士の件で TBS へ捜査依頼をした。TBS はそれほど重要な問題だと考えていなくて、社内調査委員会を設置したのはそれから1ヶ月後なんだ。1ヶ月後、何のんびりしているのよって言いたくなるわ。10月12日、TBS はビデオテープを任意提出したんだけど、10月18日牧さんと長岡さんのインタビューテープ押収のため、東京地検から家宅捜索を受けたんだ。家宅捜索を受けたの。すでに消去した、と言ったり、証言が二転三転することから東京地検が不信感を抱いたんだ。証言を二転三転させればそりゃ疑われるわよね。そして10月19日、日本テレビ放送網が NNN 昼のニュース、というニュース番組で、早川被告が事件前 TBS で坂本弁護士のインタビュービデオを見て、その内容を朝原大表に報告したと供述している、とスクープしたんだ。他のテレビ局にスクープされてしまったのね。さすがに認めるしかないわね。ところが、TBS は即座に事実無根だと日本テレビに抗議したんだ。同日18時から、ニュースの森、で、日本テレビは TBS が教団幹部に取材テープを見せたかのようなニュースを報道しました。しかし社内調査ではテープを見せた事実はありません。と伝えたんだ。認めるどころか、見せてない、と言い切っちゃったのね。せめてちゃんと調べてから何か発言すればいいのに。報道をしているテレビ局として、このニュースの森、抗議声明の発言は、TBS 幹部らの独断に近い形で決定したんだ。この放映によって、TBS は疑惑を否定せざるを得ない状況に追い詰められたんだ。テレビで見せてません、と言い切っちゃったために、自ら追い詰められてしまったのね。1996年3月11日見せた事実はなかったという、社内調査概要、を発表した。だけど翌日の3月12日、早川メモ、が公表されるんだ。早川メモ、TBS でインタビュービデオを見ながら早川容疑者が撮っていたメモね。ああ、早川被告の公判において早川の供述調書の要旨告知で、事件の核心となる早川メモが公表された。これを受けて横浜法律事務所は TBS に公開質問状を送付した。TBS は同日の記者会見で改めて否定した。ここまで来てもまだ否定していたの。3月19日、衆議院法務委員会に参考人招致された時も、ビデオを見せていないと確信しております。と証言している。だけど、3月23日いよいよ早川メモの全容が明らかになったんだ。TBS は否定できなくなって、25日緊急記者会見で、一点オウムの早川たちにインタビュービデオを見せたことを認めたんだ。ここまで否定し続けて、自分たちのしたことを認めなかったことで世間はどんな反応だったの？批判は鳴り止まなかったぜ。まず TBS スタッフがオウム幹部にビデオテープを見せたことが情報源の秘匿というジャーナリズムの原則に反し放送倫理を逸脱するものだと批判された。確かにそうよね。
坂本弁護士一家がいなくなった時、警察にも横浜弁護士事務所にも連絡しなかった件も批判されている。せめてその時連絡しておけばって思ってしまうわ。オウム真理教幹部らの後半で供述やメモが明らかになった後も5ヶ月以上にわたり内部調査を根拠に疑惑を否定し続けた対応、危機管理の失敗も批判されている。早々と幹部の独断で見せていない、なんて発表してしまうから。TBS が一転してビデオテープを見せたことを認めた日、筑紫哲也ニュース23という番組の多事総論で筑紫哲也はこう言っている。報道機関というのは存続できる最大のベースは信頼性です。特に視聴者との関係においての信頼性であります。その意味で、TBS は今日、死んだに等しいと思います。全くその通りだと思う。報道機関が一番大切なのは視聴者との信頼だわ。その後 TBS はいくつかの謝罪番組を放送し、プロデューサーの懲戒解雇、社長ら経営陣の引責辞任、ワイドショー番組からの一時撤退、深夜放送の一時中止などを行っている。そして、視聴率の全体的な低迷に陥った。信頼を失ったから仕方ないわ。TBS に対する批判は過熱していた。その一方で、TBS が幹部にビデオを見せたことで坂本弁護士が殺害された、という批判に関しては、坂本弁護士はそれ以前にラジオで朝原と電話での討論を行っている、ビデオを見せたことが直接の動機になった、という報道は妥当性を欠いている、や、TBS バッシングに興じることにより、問題の本質を見逃してしまう、などの意見もあったんだ。いろいろな意見があるのね。また、取材テープを取材対象者の要望で見せる行為は、当時多くの放送局で行われていたことでもあり、たまたま TBS で起きただけでどこの放送局でも起きえた事件、という非難もされている。さらに TBS への批判が行き過ぎて、批判の対象がオウム真理教から TBS に移ってしまったことで、一連のオウム事件そのものの真相究明がおろそかになったという意見もあるんだ。そして、キラーコンテンツだったオウム報道が、一転して取り扱い注意、になってしまった。マスコミは TBS の二の舞を恐れ、オウム幹部インタビューそのものを自粛するなど、萎縮していったと見る人もいる。なるほど、そうなれば一番得をするのはオウム真理教かもしれないわね。そうだな。でも TBS の後の対応はそれらを踏まえても良くなかったな。私たちがこの件から学ぶことがあるとすれば筑紫哲也さんが言っていた。過ちを犯したということもさることながら、その過ちに対して、どこまで真正面から対応できるか、つまりその後の処理の仕方というのがほとんど死活に関わる、ってことかしら。そうだな。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。